皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ビル・ローレンスのジャズベー復活大作戦その2ということで、こちらの2本目の動画では、こちら、サーキット周りをいじっていこうかなと、メンテナンスをしていこうかなと思います。まあ、このポットを変えたりとか、まあ、配線を全部取り直したりとかしてメンテナンスをしていくんですが、まあ、ちょっと実際の作業の様子をお見せする前に、仕組みとか構造についてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。その辺の話、興味はあるけれども、なんかこうどう調べたらいいかわからないとか、一応調べたけれども、よく理解ができないなという方も結構いらっしゃるかと思うので、まあ、参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。まあ、せっかくのメンテナンス動画なので、まあ、そういうのも説明しても面白いかなと思いまして、説明をさせていただきます。興味がありましたら、ぜひご覧くださいませ。とりあえず、この可変抵抗のポット、これについてちょっとお話をさせていただきましょうか。これ。このつまみをこうくるくるくいっと回していくと、まあ、ボリュームが絞られたりとか、トーンが絞られたりとかしていくわけなんですけれども、これかな？ちょっときれいなの。これ。OK。後ろから見るとわかると思うんですけれども、端子がまず3つついているんですよ。端子が3つ。こんな感じで。で、これをそれぞれ1番、2番、3番と、しましょう、仮に。で、これをもう少しこの分かりやすい位置で説明させていただきますと、こんな感じ。このギザギザの部分がその可変部分、可変部分、なんて言うんですかね、この部分だけ変えられるというか、可動域という感じです。で、こっち側が1番で、こっち側が3番で、で、真ん中に2番があるという感じです。この抵抗をこのぐーっと、どっちかに振り切ると、例えば2番がこっち側に来ると、2番と3番が直結することになりまして、2番と1番が交わることは一切なくなるわけです。で、逆にこのクッと持ってくると、2番がこっち側に振り切って、1番と2番が直結して、3番と2番が交わることはなくなると。そんな感じのイメージです。もちろん真ん中ら辺にすれば、2番と1番が半分、半分で、2番と3番が半分という感じで、この信号をやり取りしていくことになります。で、エレキギターの場合だったら、ピックアップの信号を、1番につないで、で、3番はゴミ箱につなげます。アースとかグラウンドという言い方をするんですけれども、まあ、ゴミ箱に捨てるんです。で、2番を、そのアンプの方ですね、アウトプットの方につなげると、そんな感じになります。こっちの図で例えてみると、まず1番が、こっちがピックアップの信号なんです。で、3番が、ゴミ箱。で、ここの2番がアウトです。ちょっとイメージしてみてください。このつまみをどっちかにそのグッと回して、例えばアウトの方2番が、こっち側に振り切っていたならば、ピックアップの進行とアウトの回路が直結していることになるので、まあ、ピックアップの音がマックスで、ボリュームマックスで出力をされるわけです。でも、2番の端子がこっち側に振り切った状態だと、アウトとゴミ箱が直結していることになるので、ピックアップの信号が全く2番に行けないんですよ。行かないんです。そうすると、何が起こるかというと、ボリュームがゼロの状態ということ。アウトとゴミ箱が直結しているので、アウトの方には一切信号が流れないと。そんな感じになります。これはまあ多分500キロだから、ハムバーカーについてたやつだと思うんですけれども、わかりますかね。この3番端子が、このポットの背中に直接ハンダ付けされているんですけれども、わかりますでしょうか。まあ、こんな感じで、ポットの背中に何かしらくっつけてあげると、もうどこにでもくっつければゴミ箱の役割をするので、まあ、こんな感じで直接つけたりとかしているような感じです。はい。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。ちょっとややこしいですよね。特にそのアース、グラウンドの概念がなんかすごいややこしいような気がします。で、今回 の, その動画の中では、ジャズベをいじっていくので、ちょっとギターと変わります。ストラトとかレスポールとか、ああいうエレキギターと、なんかつなぎ方が違うんですよ。で、どんな感じでつなげていくのかというと、まず1つ目のピックアップを、ここにつなげます。さっきエレキギターの場合はこっち側につなげてたんですけども、ジャズベの場合は真ん中につなげます。で、こっちの端子をゴミ箱に直接くっつけると。で、こっち側はアウトです。
で、ジャズベの場合はピックアップが2つありますので、1つ、2つと。2つありますので、ポットをもう1個用意して、同じ配線をします。もう1個のピックアップをここの2番につなげて、端っこの3番をゴミ箱につなげると。で、ここをアウトにするわけです。アウト。こう書いたほうがわかりやすいかな。まあ、実際はなんかこう、ね、直接つなげちゃったりとかするんですけど、まあ、イメージとしてこんな感じでちょっと書いてみました。アウトしたものをこのポットに持ってきます。このピックアップもアウトしたものをこっちに持ってきます。もう少し図で詳しく説明させていただきますと、こういう可変幅があったら、まず2番、この真ん中の可変するところがピックアップの信号になります。で、こっち側がアースですね、ゴミ箱になります。で、こっち側がそのアウトという配線でしょうか。この2番のピックアップがこっち側にあれば、アウトとピックアップが直結していることによって、ピックアップの信号は直接そのままアウトに送られます。で、こっち側に振り切っていると、2番のピックアップの出力がもうゴミ箱と直結しているので、速攻ゴミ箱に送られて、ピックアップの信号はアウトには一切送られないと。で、真ん中にあれば、まあ、ゴミ箱とアウトが半分ずつという感じですね。もちろん、この辺にあれば、この分だけ そのブレンド量というんですか、そういうのがあったりとかするんですけれども、まあ、そのイメージです。このポットとこのポットはもう全く同じです。それぞれピックアップ用のポットなので、同じような効果を生み出します。で、3つ目のこのトーンのポットが何ともわかりづらい。何ともわかりづらい。どうわかりづらいかというと、コンデンサというものを通してからゴミ箱に捨てます。コンデンサ。僕もちょっとこの辺よくわからないんですけれども、なんかこうイメージとしては、関所とか、なんか検問っていう感じのイメージを持ってもらえると良いかなと思います。0.047 マイクロファルコン、マイクロファルコン、マイクロファージ、なんだっけ、マイクロファラド、ファラド、マイクロファラドという単位で表すんですけれども、0.22 マイクロファラド、ファルコン。まあ、こんな2種類のものを使っていきます。ハムバッカーの場合は 0.047 で、シングルコイルの場合は 0.022 を使っていくんですが、ジャズベはこっちなので、こっちは使いません。0.22 マイクロファラドのコンデンサを通してゴミ箱につなげると、そんな感じです。で、先ほどその関所とか検問という言い方をしたんですけれども、この高温成分だけ通すという役所になっております。高温成分だけ通す。低温成分に関しては全然もう音がめなしという感じです。高温成分に関しては、お前ちょっとこっち来いよというふうに検問に引っかかることになるわけです。ちょっとこっちの図でもやってみましょうか。このポット。どう表せばいいのかな。どう表せばいいんだろう。まず、こっちの端子は何もつなげないので、これ全然関係ないです。もう何の機能もしないです。で、端っこのほうは、コンデンサがあってから、ゴミ箱に行きます。で、真ん中の2番端子は、これはもうアウトです。仮に、この2番の端子がこっち側に振り切ってたとしたら、そのコンデンサの役所とは全く関係ないので、このピックアップの信号がバーッと送られたら、そのままもう、本当にアウトプット、ジャックのほうですね、に送られます。で、その晴れて、アンプから信号が出力されて、万歳、万歳となるわけなんですが、もし仮に2番の端子がこっち側にあったならば、コンデンサの役所は待ってるわけですよ。どうなるか。どう説明したらいいんだろう。2番の信号はまあこう、ね、バリバリバリと、とりあえずこっち側に行きますよね。で、コンデンサはその高い音だけを通す役所という話をさっきさせていただいたんですけれども、役所なので、高い成分だけ、へい、お前ちょっと来いよという感じで呼ばれてしまうわけですよ。で、その結果どうなるかというと、ゴミ箱に捨てられるんです。高い音だけ。低い音に関してはコンデンサは全く関係ないので、そのままこうガッと来たら、まあ、コンデンサのところまで行くかもしれないですけれども、はお前は関係ないから帰っていいよみたいな感じで、低い音はそのまま帰っていきます。けど、高い音に関しては、お前ちょっと来いやって呼ばれた後に、お前はこっちだみたいな感じで呼び出しをされ、ゴミ箱に捨てられると。そんな仕組みになっております。なので、まあ、こっち側に行ったら、その関所、コンデンサに捨てられるか捨てられないかの、その運命をたどって、晴れてアンプのほうにという感じです。
なんとなくわかりますでしょうか。で、まあ、もちろんその2番端子を半分くらいの位置にしてたら、半分の高温成分がゴミ箱に行って、半分の高温成分はそのままアンプの方に行けると。そんな感じになります。どうでしょう。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。よいしょっと。まあ、ジャズベは、3つポットがあって、まあ、2つピックアップがあってという感じなので、まあ、こんなサーキットの図になります。ちょっと実際にこれからハンダ付けでサーキットを作っていこうかなという感じです。ちょっと長くなってきたので、もう1本に分けましょうか。次の動画で実際にそのメンテナンスの様子をお見せしようかなと思います。ちょっとこんな話、頭の中に置いておいて、動画を見ていただくといろいろ理解ができるかと思いますので、ぜひともここまで見ていただいたからには覚えておいてくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。アホホ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 ホ